ミハイル・ニコラエビチ・トゥハチェフスキーは、ソビエト連邦の軍人、ソ連邦減衰、赤軍の機械化を推進、数々の画期的戦術理論を編み出し、赤軍の司法、あるいは赤いナポレオンと呼ばれた。とりわけ彼の、重心戦術理論はその後の軍事理論に、大きな影響を与えた。スターリンの赤軍大粛清の犠牲者の一人、トゥハチェフスキーと、 その家族ロシア帝国の没落貴族の息子として、スモレンスク県のアレクサンドロフスコへに生まれた。生後間もなく、プハチェフスキー家は、経済的困窮のため、モスクワ南東ボルガ川流域の都市ペンザへ移住し、ミハイルも同地の中学校に通った。1909年には、モスクワへ引っ越し、陸軍幼年学校へ入学。幼年学校を主席で卒業した後、 アレクサンドルの士官学校へ入る。1914年7月、ロシア帝国陸軍将尉に任官して、このエセミオのフレン隊に配属され、この直後に始まった第一次世界大戦に従軍。最初の6ヶ月間で6個の勲章を授与される、活躍をして単位まで昇進したが、1915年2月にロムツァ郊外でドイツ軍の捕虜となる。その後、5度にわたり、 脱走を試みた末、1917年8月に成功。パリとロンドンを経て、晩秋にロシアへ帰国したが、すでに、ロシア国内では2月革命で、帝政は崩壊し、アレクサンドル・ケレンスキーによる臨時政府が誕生していた。さらにそれも10月革命で、レーニンがボリシェビキに倒される。こうした情勢の中、祖国の新しい権力に従うことを決めた。 トゥハチェフスキーは、1918年4月に、ボリシェビキ島と赤軍に入る。まともな軍事教養を持たない農民などの、非支配階級が、ほとんどの赤軍では、元帝政軍人が徴用され、トゥハチェフスキーも、中将軍司令官の待遇で迎え入れられた。1918年6月には、第一軍司令官としてボルガ川流域まで、 八区の勢いで進攻してきたチェコスロバキア軍と戦い、9月にはシベルスクを占領して、レーニンから称賛された。1919年3月、シベリア政府のコルチャーク軍の侵攻があった際には、主力である第5軍司令官を任せられ、見事にコルチャーク軍を撃破。この功績で赤旗勲章を授与された。さらに1919 19年秋になると、今度は、 デニーキン将軍の軍勢が南方からモスクワに迫り、トゥハチェフスキーは南方方面軍司令官としてこれと相対し優れた戦争指導で1920年3月までにデニーキン軍を総崩れにする。しかしそれもつかの間で1920年4月に今度はポーランド軍が内乱につけ込んでロシア領へ侵攻してくる。トゥハチェフスキーは 西部方面軍司令官として参戦。我々の重権で、勤労人類に幸福と平和をもたらす。西欧へと、世界革命の前哨戦と主張し兵士たちを、鼓舞しながら、この戦いもまたトゥハチェフスキー軍の活躍により、ポーランド軍を敗退に追いやり6月には逆に、ロシア軍が、ポーランド領へと侵攻した。しかしこの時、トゥハチェフスキーは、首都ワルシャーの攻略を試みて失敗。 レーニーはこれを隣接の南西方面軍の協力がなかったためであるとし、その責任を南西方面軍軍事委員だったスターリン・カズトに押し付けたので、トゥハチェフスキーが罰せられることはなかった。しかし、これがスターリンのトゥハチェフスキーへの深い憎悪の発端となったという。その後、ポーランド軍はフランスの支援を受けて反転攻勢に転じ、 トゥハチェフスキー率いるロシア軍は惨敗して命からがら帰国した。トゥハチェフスキー唯一の敗北の戦争であった。トゥハチェフスキー1921年3月にはクロンシュタットで水兵の反乱、5月にはタンボフ州での3万人の農民放棄などがあったが、いずれもトゥハチェフスキーがこれを鎮圧。1924年にはレーニンが死去し、スターリンがその後継として、 独裁権力を掌握し始め、1925年には、スターリンの副審のクリメント・ボロシーロフが、陸海軍人民委員になり、反、この間、赤軍再編成や機械化部隊、空挺部隊などの導入など、一貫して、赤軍の機械化、近代化に努め、その運用のための重心作戦理論の確立に、指導的役割を果たした。こうした功績により、 1934年からは共産党中央委員会委員候補に選出され、1935年にはボロシーロフラ4名と共にソ連赤軍最初の元帥の一人となった。しかしスターリンは相変わらずポーランドソビエト戦争時の恨みを抱き続け、またトゥハチェフスキーがソ連軍に 多大な功績を残して国内外からスターリンを差し置いて脚光を浴びるのを見るたびにスターリンは自尊心を傷つけられ自分の独裁者としての小さいも脅かしかねないと危機感を抱くようになっていく。トゥハチェフスキーはスターリンにとって最も不愉快な人物となりついにスターリンはその抹殺を目論むようになる。トゥハチェフスキーの切手1937年5月11日に トゥハチェフスキーは、陸海軍人民委員代理の職を免税られ、ボルガ軍艦区司令官に左遷されている。ナチスドイツの諜報機関 SD 司令官、ラインハルト・ハイドリヒも、独組戦があった場合最も強敵になるであろう。名称、トゥハチェフスキーを抹殺する絶好のチャンスを見逃さず。 ドイツ国防軍の将軍たちとトゥハチェフスキーが接触していたという偽造文書の作成を1936年末頃から開始していた。これをドイツからの攻撃を恐れて真相になっていた、チェコスロバキアのベネシュ大統領に怪しまれないように入手させ、ソ連のチェコ講師、アレクサンドロフスキーを通じて1937年5月上旬から半ば頃に、モスクワのスターリンに送られたという。 この事実関係についてはほぼ間違いないとされている。一方ドイツ側のこうした工作の影響を過大評価はできず、ドイツ側がどうでようがスターリンはトゥハチェフスキーを粛清していたと主張する者も,もいる。いずれにせよスターリンはこれを口実にして5月24日にソ連共産党政治局においてトゥハチェフスキーを ドイツ参謀本部とゲシュタポのスパイとする決議を出し、1937年5月26日に彼を逮捕させた。トハチェフスキーは拷問にかけられ、自白を強要させられた。トハチェフスキーの長所にはその時の結婚が残されている。6月11日にヤキール一等軍司令官、フェルトマン三等軍司令官、プリマコフ三等軍司令官らと共に、トハチェフスキーは、 秘密軍法会議にかけられ、即決で反逆罪による死刑判決が下され、判決のその日のうちに、モスクワのルビアンカ刑務所で、銃殺刑に処せられた。トゥハチェフスキーの家族も、陰謀に加担したとみなされ逮捕、強制収容所へ送られた。内妻ニーナと弟のアレクサンドルとニコライの3人は、銃殺刑に処せられた。母マウラと、 妹ソフィアは強制収容所内で死亡している。また12歳の末娘スベトラーナは自殺した。姉妹3人と娘1人が大粛清を生き延びた。以降、翌年までの間、いわゆる赤軍大粛清が吹き荒れて、赤軍の旅団長以上の者のの45%が殺され、赤軍は壊滅状態に陥った。なお、トゥハチェフスキー自身は、スターリンの死後、 スターリン批判に伴い名誉回復を受けた。1963年には、トゥハチェフスキーの肖像が描かれた切手が、ソ連で発行されている。ありがとうございます。